ちは。今日は今日はかぼちゃを使った料理です。はい、かぼちゃの中くり抜いて、そこになんかグラタンかなんか詰め込んで焼く。俺はねこっちさんが何やら出しているのは、はいはい、俺が選んでというよりこだまさんに買っていただきました。おこちら、おわあ、なんかチンコチンかチンコチンやね、なんかコーティングされてますよ、ね、こちらカニを使いまして、うん、はい、今回あの甲羅焼きっていう、うん、中にね七輪で ね、はい、やりたいんです、はい、うん、あれがね美味しいんですよ。丸か水産じゃねえやな、何水産やったっけ、マスよね、違う、じゃあいいなんか居酒屋さんさあーそういうことね、なんちゃら水産のねやつがめっちゃうまいんですよ。わたみ水産、違うはい、はい、なので作っていきたいと思います。とりあえず水、足、あら足の一本中ね味見したんじゃないですか、味見したんかな、なわけねえだろこれでもこれが完品だったらもしかしたら1万円近くになるのかな。すげえなんか大変らしいですもんね、カニ量は。でもバッキリありそうじゃない、そスペックが6本ぐらいです、ね、バッキを出すないやカニカゴ食いついて出てきたバッキの話しゅうねん。でもね、あのね構わんけどね、うるさいどうすんのこれを、はい、どうすんのこれを、ですね、はい、とりあえず溶かして分裂させます、うん、そしてこの色ってことはもう茹でてあるのか、はい、ボイリーと思います。溶かし聞くのなことはい、どこで見よってもね全然面白くない作業だとは思いますけど、うん、ポリポリとね、このね足のところは、なるべく綺麗に出していきたいなと思ってます。形の足のまま、そうそう、身も凍っとるけん、うん、ジュルジュって並んでこれはやりやすいですかい、うわぁそうなの、危なチンした方がいいんじゃないか、え解凍逆に硬くて危ない、切れる切れる切れる、あの切れるおお危ねえ食べるとこやった危ない、カニの魅力でちょっとね、俺のこれ汚くなったけんですね、ちょっと俺の手ですいませんけどいいやいらんね、これ食うよ、いらん、いらん、うまっ、うん、そう、カニだよ、カニだどうすんの、これにして、なんかつけて食べる系、あ、それもありっすね、あれ知らないやけどここカニ味噌ぐちぐちってやるだけかな、ここに、うん、あのカニ味噌と混ぜた身と、うん、その身の上にこう綺麗に乗せようかなとも思ったんですよね、うん、ポンポンポンと、うん、けど、それつけて食うのありっすね、これ何個か作りましょうか、うん、ちょっと今からいろいろ変えていこうこの絵を、うん、さて、はい、こちらここも凍ってるんじゃないですか、で、うわ、うまそうな おつゆがね、このつゆ捨てたらいかんけんね、今日、うん、今日じゃねえや、今回今日、今回うわおりゃパンパンやろ、パンパン足も行きますよ、はい、カニの見せ所カニの見せ所、わあ、うわでも結構詰まっとるよ、そういった頭いいやつやったやんね人間と一緒だよよいしょ、ほら味噌、味噌、よいしょ、よいしょ、じゃあ、一口で捨てちゃいかんで、最近ここだけがねなんか食べれないんでしょ、カニ漬け、えらいね、うわぁ、めっちゃ詰まっとるね、うん、ここもうまいんやろな、喋ったと同じ音が聞こえる、うん、カニの味噌なのに音なん、音ももちろんながら感触ももうまさにやシャーベット、でもこのここの氷部分とかも絶対味しめてうまいとやろうな、入れとこ、
それ味噌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 、マジでシャーベット、しかもめっちゃ入ってるけん、そこも半分に割ってからゴリゴリしたな、うん、チンしたらしっとるし笑はい、切れたよ、うわ、詰まっとんね、いや、めっちゃ詰まってるよ、ほら味噌しか長い、ほんとほんと味噌だらけ、しっかり解凍すれば言わんで、しっかり解凍すればね、美味しいカニやろうね火は火、あ、火、ちょっとお願いしていいですか、そう、結局俺か熱いんだよ行ってくるぜ、すいません、お願いします、それけ最後の最後すれば奪ったわけです違う違う違う、おいそんな策略家じゃないただほじりたくクッククの笑いやつや、小田さんすいません、クッククや計画通りっていう顔しててよし、おお、みちみちになったよ、細かく分解したわけね、そして急須にですね、作っていきますよ、秘伝のヌープ、スープ違う、ヌープスープヌープスープスープそして煮れて、ちょっと煮てからそっちに入れたら、あったあったあった、ありました、魔導の運命、よし、じゃあ煮ますよ、はい、そしたらちょっと味噌の溶けて出てくっていうのが、うえ、確かに、これ焼酎入れたら焼酎そうなるですね、うん、うん、これで煮らんでもこっちに移そうかな、うん、だし、うわそれ甲羅酒やん、甲羅酒濃縮バージョンよし、えちょっと俺手が地獄なんで、手が地獄ってどういうぐらいの醤油ばっきって手が地獄ってない、手が地獄だったんですよ、見てもらった、俺の手が、あー左手、うん、はい、鬼の手、ちょっと入れたらちょっと入れたらいい、よいしょ、これ、カボスかすだち、どっちかどっちかいね、カボスカボス、チューチューと、わー、いい香り、うん、うわ、これもめっちゃえ、カボスの匂い、いい香りの顔やったやろこれが秘伝のタレです、はい、カボス、醤油、お酒、味噌でプラスこちらのガラネ、ガラネ、カニガラ味噌、もうこちら、ね、ネギを乗せたらもう火にかけるだけ、うん、はい、じゃあこれでもう具材は、はい、出揃いました、はい、さん、ありがとうございます、はい、じゃあ、もう火もいいですよ、火もいいですか、はい、それではお外に向かいますか、はい、行きます、あっちー、こだまさんがつけてくれたやつに乗せます、はい、これね、あんまり熱くない方がいいとかな、うん、まあ、少し炭を少しだけにしたけどね、各自押す、うん、こういう爪なんかはね、炙ったらいい、ここ、うん、乗せといてもいいんじゃねえか、綺麗なデカめ、うわ音がいいね、いいね、音がね、ボイルされてるけどね、このまま食えるんすけど、じゃあネギ入れます、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 よし、そしてここで秘伝のタレ入れてよろしいでしょうか、はい、カボスだけ、なんか溢れてきてるよ、はい、どっか穴開いてんじゃね、いや、ここがね、あのダムサイトが崩れましたでも大丈夫です、酒ばっかり落ちたちょっと混ぜていいですか、うん、うわー、うまそうやん、うまそうっすね、で、私の予定ではあのグツグツになったら完成の予定なんですけど、うん、なかなかグツグツならんね、なかなかもういいんじゃないですか、うん、もういいよ、はい、ボコ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 ってなるかなと思ったけど、最後にまた秘伝のタレを、その秘伝のタレ酒やけんねあんまガブガブ入れるとよし、はい、じゃあ完成、はい、じゃあいつもの、はい、
つまみますか、カニを。乾杯。乾杯。ありがとうございます。俺の初恋はね、小学生の時やったね。どんな恋やった？どんな恋っていうか、もう俺はもうね、恥ずかしいのタイプやったけんね。あ、何も言えずに。何も言えずに。じゃあもう早速つまみますよ。はい。何でそんな興味なさそうに。いやいや、つまんで聞いたらあかんやん。いただきます。風の席はこう話しながらつまみながらやろ。もういつなんか座らんの、このテーブルに座るの。ほんででね、小学校3年生ぐらいの時やったかな、うん、どっか引っ越して高校生になりまして、うん、友達が別の高校行っとった時にたまたまおって、うん、あの子やって思って見たら、そうでもなかった。記憶ってすごいなって思う。その子にもう今すぐ謝る。でもその子はもう分からんけんね。うん、そうそうそう、私のことだなって分からんけん、もう大丈夫。ここは使っていいのか。いいですよ。でもはじゃ食ってみて、はい、めっちゃうまい。なんかね、ま、味噌汁ができとる。あ、本当ね、うん、味噌汁や。味噌入れた？味噌入れました。あ、普通の味噌入れてない、入れてないよね。カニだけ。カニ味噌が味噌や。なんこれ。味噌汁ができとるよね、うん、本当にカニ味噌が味噌みたいな味噌汁や、うん、なんやこれ。普通に溶いた味噌汁や、うんうん、しかも結構うまい、うん、濃いカニ系の。なんかわかめも入っとったかなって錯覚するぐらいの、なんか、うん、ね、なんやろうね。味がなんか全部が衝撃っていうか、うん、あの予定外や、うん、だからあれじゃない、俺がアユールカって言ったみたいに発酵してんじゃないの。それが味噌になって、うん、魚醤ができる。カニ醤がうまいけどさ、カニ詰めばつけてから頑張ってやるか、ね、た。じゃあ俺、じゃあこれどうで、うん、俺これで爪ちょっと爪つけ、やっぱり交換してくれ。いいよ。俺爪好きなんすけど、うん、爪のところが、うん、あの結構かいなるさ、うん、それじゃある、部位によってあるある。うまい、うまい、いきます。なんか香りがね、よし、お祭りの香りがする。夏祭りの。うまい。うまっ。これはうんいいわ。また食ってる。暑い中頑張った甲斐がある、うん、めちゃくちゃうまい。うん。お祭りの味がする。お祭りの味するね。ね、何これ。お祭りの味。でもね、これ100人が100人食うてね、多分ね、お祭りの味って言う。お祭りの味ってなんて言われたら分からんけど、うん、お祭りの味がする。お祭りの、お前って言われたら。まあね、こちら今回アマゾンで買ったんですけど、うん、なんかね、カニがね、不作、うん、あんま取れてないらしいです、今年。なので結構少ないんですけど、うんうん、まあ、冷凍物だったらこんな感じで、うん、多分僕ら買ったところと今多分ないんですよ、うん、なので貼ってないかもしれないですけど、うん、まあカニを探してネットで B 品とかだったら安くありますので、うんうん、真似して七輪焼きで、うん、ちょっとね、はい、やってみて、夫婦でいかがでしょうか。一回とね、夫婦でやったら喜ぶんじゃないですか。奥さんが、ね、奥さんが、なんで奥さんだけ。旦那さん、旦那さんも喜ぶやろ。ごめんです。あ、そういうことね。奥さんの方の味方しつったら、ほらやっぱ好感度上がるんでしょ。なんかそれ間接的に俺に言ってるの、それ。うちの奥さんに言ってるそれ。なんすか、俺が児玉さんの奥さんにビビってるみたいな。みんなね、いや、夫婦仲良く、うん、はい、ね、たまにはこんなのやって、はい、ちょっとした贅沢してみてはどうですか、うん、今回はカニの甲羅焼きをしようとして、まさかの不思議な味になりました。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。カマスどこ行ったんだろう。確かに。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。